こ行っちゃったのかな。あ、もうダメですよ、エミーさん、たった一つの手がかりです。ごめんごめん。ビッグナイス。カエルくん、チョコラ、ほらほら、みんな元気出して、きっと見つかるよ。あれこれ悩む前にまず行動。さあ出発よ。うん、はい。わしの軍団を随分と可愛がってくれたようじゃな。ドクターエッグマン、生意気なガキンチョどもが思い知らせてくれる。あんた、なんで、なんか悪いこと始め。エミーさん、本当にソニックさんこっちにいるんですか。当然、あたしとソニックは運命の赤い糸で結ばれてんだから。だったら仕方ありませんね。でっかい工場ね。見つけたわよ、マイダーリン。ゲッ、エミー、ソニック、今日こそ私と結婚してもらうからね。それにしても、やられたふりしてまで逃げるなんて、ソニックさんってよっぽど。よっぽど何よ。いや、なんでもないです。でもこれではっきりした。エッグマンあるところにソニックあり。行くわよ、みんな。また貴様たちか。ドクターエッグマン、また出た。子供はもう寝る時間じゃ。ここらでお帰りいただこうか。おのどもかかれ。こんな子供だからってバカにしないでよ。あれ、カエルくんの匂いだ。チーズもチョコランが近くにいるって言ってます。よし、じゃあ突撃。なんかあれの中怪しくない。チーズ、もうすぐチョコランに会えるかもです。カエルくんもいるかな。よし、ソニックより先にとっちめて、私のこと惚れ直させてやるんだから。全砲座攻撃準備、訪問開け。みんな、ここが正念場よ。くん、どこなの。お家に帰ろうよ。チーズどうですか。コロちゃん、そう、誘拐ね、これは。え、でもどうして。わかんないけど、ドクターエッグマンが1枚噛んでるのは間違いないと思う。こうなったら意地でもエッグマンを引き捕まえるしかないね。行くよ、みんな。じゃあ、はい。いや、お嬢ちゃんたち、ちょっと話があるんだけどさ。悪いけど、ナンパなら今度ね。お前みたいなガキナンパするわけねえだろ。おとなしくそっちの茶を渡してもらおう。もしかしてチョコラをさらったのはあなたたちですか。友達いじめるのダメ。じゃあ決闘だ。迷っちゃったのかな。なんか嫌な雰囲気で。ビビってんのよ。チョコレとカエルくんのためでしょ。ガッツ見せなさいよ。僕もみんなのために頑張らなきゃ。ダッシュ。このヒゲオヤジ、チャオとカエルくんさらったのあんたなんでしょ。だったらどうする。チョコレを返してください。チョコレちゃん、カエルくん、返して。おのど、かかれ。みんな、チョコレとカエルくんのためにだ。ああ、子供がわざわざやらにでも気をかけて、この天才が作り上げた世界に恐怖をばらまく無敵艦隊。まずはその恐怖。
らないよ。私とソニックが結ばれないのもあんたのせいよ。もう徹底的にやっつけちゃうからね。ふん、もはや容赦はせぬ。エミ、クリーム、ビッグ、ここが貴様らの墓場となるのだ。貴様らに地獄を見せてやるわい。ハハハハハ。